皆様、新しい年が明けましておめでとうございます。今回は桐山明人さんと加納舞子さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。2024年、今年も日々の生活に彩りを加える素晴らしいニュースをお届けしてまいります。さて、今日は特別な報告がございます。人気あふれる音楽界とスポーツ界から心温まるビッグニュースが飛び込んできました。それは人気7人組グループウエストンの桐山明人さんと元バレーボール女子日本代表の加納舞子さんがこの年内に結婚するというものです。この2人の結婚はただの芸能ニュースではありません。それは日本のエンターテインメント業界とスポーツ界が交差するまさに夢のような出来事。彼らの交際はこれまでに数多くのファンを魅了し、多くの人々に感動を与えてきました。この動画では彼らの素晴らしい出会いから始まり、今日に至るまでの軌跡、そしてこれからの未来について丁寧に紐解いていきます。桐山さんと加納さんの結婚はまさに新年の幕開けにふさわしい希望に満ちたニュースです。2人のこれまでの歩みを振り返りつつ、彼らの未来に対する期待と祝福の気持ちを込めて、この素敵な物語をお伝えします。どうぞ最後までご視聴いただければ幸いです。2024年の幕開けとともに、日本のエンターテインメント界とスポーツ界を代表する2人、ウエストンの桐山明人さんと元バレーボール日本代表の加納舞子さんが結婚を控えていることが明らかになりました。このニュースは多くのファンにとってまさに待望の瞬間であり、業界において注目の的となっています。桐山さんと加納さんの出会いは2019年のワールドカップバレーボール中継がきっかけでした。桐山さんはウエストのメンバーとして大会のテーマソング「ビッグショット」を歌い、大会を盛り上げる一方で、加納さんは元日本代表選手として解説などでゲスト出演していました。この偶然の出会いが2人の間に特別な絆を生み出したのです。それから3年以上、2人は真剣に交際を続けてきました。芸能界での忙しいスケジュールの中、桐山さんは歌手、俳優としての活動を続け、特に「朝が来た」へのレギュラー出演や本格ミュージカル「キャメロット」への挑戦など、その実績は目覚ましいものがあります。一方、加納さんもバレーボール選手としての輝かしい経歴を持ち、特にロンドンオリンピックでの銅メダル獲得は多くのスポーツファンに記憶に新しいでしょう。引退後は解説者や YouTube 配信など幅広く活動しています。桐山さんと加納さんの交際は昨年4月に報じられましたが、2人は私生活についてはあまり公表せず、控えめな姿勢を保ってきました。それでも彼らの周囲の人々は2人の真剣な愛情を感じ取っており、この結婚報告は多くの人々にとって驚きではなく、むしろ自然な成り行きと捉えられています。こうして2人はそれぞれの分野で頂点を極めながら、互いを支え合い成長を遂げてきました。桐山さんの人懐っこい性格とトーク力、そして加納さんの美貌と超絶スタイルはそれぞれが持つ魅力の一端に過ぎません。彼らはお互いの才能を高く評価し合い、互いに尊敬し合う関係を築き上げてきたのです。今後このビッグカップルがどのような活動を展開していくのか、その一挙手一投足に注目が集まります。結婚という新たなステージに進む2人の未来は、きっと多くの人々に夢と希望を与えることでしょう。桐山明人さんと加納舞子さん、この2人の輝かしい経歴は彼らの結婚のニュースをさらに特別なものにしています。桐山さんは音楽と演劇の世界で顕著な足跡を残し、加納さんはバレーボールのコートで日本を代表する選手として輝きを放ちました。まず桐山さんのキャリアを見てみましょう。彼は2002年7月にジャニーズ事務所に入所し、ジャニーズウエスト、現ウエストのメンバーとして2014年4月に「ええじゃないか」で CD デビューを果たしました。その後俳優業にも積極的に挑戦し、2015年から放送された NHK 連続テレビ小説「朝が来た」にレギュラー出演するなど、
彼の知名度は飛躍的に上昇しました。さらにキャメロットなどの本格ミュージカルへの挑戦は彼の芸術への真摯な姿勢を表しています。彼の多彩な才能は音楽、演技、バラエティと多岐にわたり幅広い層のファンを魅了してきました。一方で加納舞子さんの経歴も非常に印象的です。彼女は八王子実践高校3年生の時、2004年アテネオリンピックの日本代表候補として選ばれ、早くから才能を示しました。その後イタリアのセリエ A1 でプレーするなど国際舞台での活躍も見せ、2012年ロンドンオリンピックでは銅メダルを獲得しました。彼女の卓越したプレースタイルと勝利への情熱は多くのバレーボールファンを魅了しました。2018年に現役を引退した後も彼女はスポーツ解説者や YouTube 配信者として活躍し続けています。彼女の整った顔立ちと185センチの抜群のスタイルは現役時代から多くの注目を集め、彼女のインスタグラムでは20万人近いフォロワーを持つほどの人気を誇っています。桐山さんと加納さんはそれぞれ異なる分野でトップに立つ存在ですが、彼らの共通点は自分の仕事に対する情熱と常に新しい挑戦を恐れない勇気です。桐山さんはジャニーズとしての活動だけでなく俳優、歌手としても高い評価を受けています。加納さんもアスリートとしての成功にとどまらず、引退後もメディアで活躍し新しい分野での成功を収めています。これらの経歴は彼らがどれだけ多彩であり常に進化し続けているかを示しています。ここからは加納舞子さんの驚きの収入と豪遊生活に迫ります。加納さんはスポーツ界から YouTube の世界に飛び込み、今や多方面で活躍しています。その姿には私たちも刺激を受けること間違いなしです。まずは加納さんの現在の仕事について。彼女はバレーボール選手を引退した後、意外なことに YouTuber として新たなキャリアをスタートさせました。そのチャンネル名は舞子チャンネル、加納舞子オフィシャルといい、登録者数はなんと8万人を超えているんです。バレーボールやプライベートな内容の動画を配信しファンからの支持を集めています。では気になる年収はどのくらいでしょうか。 YouTube とテレビ出演を合わせると推定年収は約2000万円前後となる見込みです。 YouTube からの収入だけでも月10本の動画投稿から月収約80万円、年間では約1000万円と推測されます。さらにテレビ出演料も考慮に入れると年間約1200万円の収入があると考えられるのです。加納さんの豪遊生活にも注目です。インスタグラムをチェックすると彼女のリッチなライフスタイルが垣間見えます。旅行、高級車、ゴルフ、高級食事など贅沢な暮らしをしていることがわかります。これほどの収入があれば確かに豪遊も夢ではないですよね。加納さんはバレーボール選手時代の年収と比較しても現在の方が大幅に収入が上がっています。選手としても魅力的でしたが、 YouTuber やタレントとしてもその魅力は増すばかり。今後も彼女の活躍から目が離せませんね。ここからは桐山明人さんの隠し子の噂についてご紹介します。桐山明人さんに関する隠し子の噂はファンの間では大きな話題となりました。このゴシップがどのようにして生まれどのように広がったのかを詳しく見ていきましょう。噂の発端は桐山さんが出演していたバラエティ番組パパジャニウエストのあるエピソードにあります。番組内で桐山さんは料理の腕前を披露していたのですが、彼の手際の良さと料理に対する情熱がまるで家庭を持つ男性のように映りました。特に子供との接し方が自然で子供好きであることが伝わるシーンが多々ありました。これが桐山さんに隠し子がいるのではないかという憶測を呼び起こしたのです。さらに番組の中でゲストの一人が実はシングルファーザーなのではと軽くジョークを言ったことが火に油を注ぐ形となりました。桐山さん自身もこのジョークにバレたかとユーモアを交えて応じたため、視聴者の間でこの話が本当かもしれないという噂が広まり始めたのです。このような噂が広がる背景には桐山さんのパーソナリティが大きく影響していると考えられます。彼は公私ともに誠実で
周囲への思いやりが感じられるため、ファンは彼の言動に深い意味を見出そうとする傾向があります。またジャニーズ WEST のメンバーとしての活躍だけでなく、個人としての人間性にも注目が集まるため、些細な発言や行動が大きく取り上げられることもあります。結局のところ、この隠し子の噂は単なる誤解や憶測に過ぎないと結論付けられました。桐山さんやジャニーズ WEST の事務所からもこの件に関する具体的な否定やコメントは出されていません。しかし、この噂がどのようにして生まれ広がっていったのかを振り返ることで、桐山明人さんの人柄やファンに対する影響力の大きさを改めて感じることができるのではないでしょうか。桐山明人さんに関するこのような噂が広がった経緯は、彼の人気と影響力の証でもあります。彼の今後の活動にますます注目が集まることでしょう。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。